皆さんこんにちは、エレナです。今日は前回に引き続き葉山のルミエールスタジオからお届けしているんですが、引き続き美姿勢トレーナーの堀恵里香さんに今日は骨盤のについてですね、はい、ちょっとお話と動きと一緒に教えていただきたいと思います。恵里香さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず前回足の裏をほぐして正しく足の裏の筋肉を使うっていうことをやってきました。これは何のためにやってるかっていうと、足の裏でしっかり床が押せる、グランディングっていう言葉を使ったと思うんですけども、しっかり足の裏地面に押すっていうことをするためにほぐして、足指じゃんけんで筋肉、足の裏の筋肉を鍛えてきました。そして押せるようになったら、さらにそれを頭頂まで引き上げられる体にしていきたいんです。足の裏で押した力を頭頂までつなげて体が引き上がるように整えていきたいんですけれども、その途中通過点の骨盤が反り腰とかよく言うと思うんですけど、反ってたり、もしくはこういうふうに後傾、後ろに倒れてしまってたりとかすると、足の裏がしっかり押せてても途中で止まっちゃうんですね。上までつながって引き上がっていかないです。なので骨盤を正しい位置に持ってきてあげて、足裏で押した力を頭頂までつなげて引き上げられるように整えていきたいと思います。はい、はい、こう私も昨日この前のヒールの話もそうなんですけど、うん、人前に出る仕事してたからヒールだし、うん、姿勢を良くしようと反り腰になるすごい癖がついちゃったから、うん、本当ここがね、なんか圧迫されてるというか、うん、それで前ももが張ってる感じがすごいします、うん、まさに結構エレナさんもそうですけど、うん、人前に立つ接客業の方とか、うん、もうこう一見ね、姿勢をよく見せようとしてしまって、うん、腰が反った姿勢で胸を反らせてしまう、うん、これ正面から見たらとっても綺麗なんですけれども、うん、ただ骨にはものすごく負担をかける、うん、そしてこの前ももの筋肉とかふくらはぎの外側とかに負担がかかっているっていうような状態になります、うん、体の機能も下がりますし、ボディラインもすごく崩れていくので、骨盤を正しい位置に持っていくというのがとっても大切です。はい、はい、そしたらまず座っていただいて、骨盤 のどれぐらい可動域があるかっていうチェックをしていきたいと思います、はい、前後に骨盤ゆらゆらしてみてください。これ横の方が分かりやすいかな。ポイントは座骨っていうお尻の尻尾の骨、あ、尻尾じゃない、出っ張ってる骨があります。左右に出っ張ってる骨があります。これ座骨っていう骨なんですけれども、この座骨前の方に重心持ってきたり後ろの方に持ってきたりしながら揺らしていきます。あ、そして前回もお話しした尾骨、お尻の割れ目にある尻尾の骨、この尾骨の上が仙骨っていう平らの骨になってます。この、尾骨、仙骨を前に倒したり後ろに倒したりするように動かしてみてください。これこう体ごと前、体ごと後ろっていうよりも、この根元がどれだけ動かせられるか、弾力を持って前後ろ前後ろとこうしなっていくかっていうのがポイントになります。うん、さすが。難しいです。そう難しいですね。変化するんだからこれだけ動きますけど、なんか全然ね、こう体が全部こう前後ろでこう動いてるように見えても全然動いてないですよね。ここは動かせられるかっていうところがポイントです。これ結構やっぱインナーマッスルも使ってるような、なんかすごい、うん、熱くなりますよね。そうなんです、うん、そう、これだけでもね、インナーを使ってます、うん、はい、そしたら、今動かしたこの動きをね、さらにこう滑らかに動かしていくために、骨盤をこう引っ張ってきてしまう、引っ張って固めてしまう筋肉をほぐしていきたいと思います。でまずはここ内もものほぐしをしていきたいと思います。内ももも恥骨っていうお股の骨からつながっている
筋肉、ここがね硬くなってしまうとギュ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 ッとこう内側に巻いてしまったりとか、股関節のはまり方をね内向きにしてしまうので内ももをほぐしていきます。はい、ですね、横脚の方とかだとやっぱりここがちょっと、こっちが張ってるのか、こっちが弱いのか。そうですね、横脚の方は大体X 脚の方もいらっしゃるんですけど、X 横脚って言われてて、股関節のはまり方が内側、そして膝から下は外側にこうねじれてしまってるっていう方が多いんですね。でそれも、原因この内ももが硬くてギュ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 ッとこう内側に引っ張ってきてしまう、これがね内側に入ると骨盤がね正しい位置に入っていかないですよね。なのでここを内側に巻いてしまってる内ももの筋肉を外側に開いてあげるっていう、ほぐしをしてあげたいと思います。はい、はい、そしたら、まずマットにうつ伏せになって寝転がっていきましょう。はい、寝転がったら膝、片方の足膝横に出して、股関節の真横に膝が来るように、そして膝の角度は90度にしていきます。この、なんて言うんでしたっけ？あ、ローラーです。ローラーを使っていきます。ローラーとボールは今日は？はい、なくて大丈夫です。ローラーはね、今私たちはこうちょっとちっちゃめの、ローラーを使ってるんですけども、大きいローラーでも大丈夫です。で、ない方はボールでも構いません。はい、そしたら、まず膝の内側にローラーをセットしていきます。で、この時、肘をついてあげてもいいんですけど、肩に力入っちゃう方、結構いらっしゃるので、もう上半身は寝ちゃっていいです。ダラーンと力抜いてあげてください。そこでお尻を横にゆら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 揺らしてあげましょう。エレナさん、ここどうですか？痛いです。いや、もっとね、詰まってます。そう、結構、エレナさんだから、痛いですぐらいですけど、みたいな方結構ね、チーンみたいな感じですね。チーンってなっちゃう方すごい多いです。内ももは使えてなくて、固まっちゃってる方が多いので、しっかり使えるような状態にほぐしていきたいと思います。はい、そしたら動き止めて足を天井方向に、足裏を天井方向に向けてみたり、また下ろしてみたり、ご自分のペースで動かしてあげてください。そうすると ももの横からもものちょっと前の方に当たるところが変わりますね。いろんな方向に当ててあげます。はい、そしたらたまにこうやって膝から回してあげたり、そうするとローラーの位置は動かしてないけどいろんな面に当たってきます。反対回しもしていきましょう。これ筋膜をこうリリースしてるような感じ、はい、あ、そうです、筋膜リリースになってきます。はい、 OK です。そしたらローラーをもう一つ足の付け根の方に移動させて、ちょっとももの真ん中ら辺ですね、同じように、股関節の真横に膝が来るように、膝90度にしたら足裏天井にしてみたり、マットにしてみたり。そう、これピキンってなるのはなんかどうなんですか？あ、ピキンってなって痛みを伴います？ピキンというか筋がコリっていう感じで、硬いとコリコリコリってなんか山を越えたみたいな感じ、コリンコリンってなったりするんですけど、それは硬いからなってしまうので、痛くなければ大丈夫です、でも痛かったらこの動きも、しなくて大丈夫です。ただただこういう風に乗せて脱力しているだけでも十分リリースされていくので、無理はしないようにしてください。で、動かすのもなんかこう硬いとかっていうのも、初めてこういうのをやってみて、あ、ここが硬いんだって分かるから大事ですよね。そうです、そうです、自分の体の声を聞くっていうのね、そうです、本当に自分でやるからこそ自分の体がよく分かるっていう感じなので、だってこれマッサージってここ硬いですねって言われても、寝ちゃったりとかしてて分かんない感じなんか人ごとですよね。硬いですよねって言われてもね。そうそうです。そしたら最後足の付け根のところにローラーセットしていきましょう。これもね、股関節の真横に膝に来てほしいんですが、硬くてね痛いなという方は膝少し下げていただいても構いません。無理しない範囲で、自分の股関節周りが気持ちよく伸びているところにセットしてあげてください。
同じくまず力抜く、力が抜けた方だけ膝を曲げたり、はい、そしたら次にボールを使ってお尻をほぐしていきたいと思います。これもさっきと同じように、骨盤につながっているお尻の筋肉です、仙骨っていうお尻の平らな骨からももの内側につながっているお尻のインナーマッスル、これが硬くなってしまうと反り腰になってしまったりとかしてしまうので、しっかりほぐして骨盤が正しい位置に持ってこれるようにしていきたいと思います。はい、ポイントはこの大天使って呼ばれる横のボコッとした骨があります。ラインとしてはお股から真横にピーッと線を引いてきたところの横、うん、そうボコッと出てるところがあります。ここ大天使っていう骨の場所なんですけど、この大天使の斜め後ろ上って感じですね。うん、そうです。大天使がお股の横、この辺りです。ボコッとしてる骨、この斜め上あたり、うん、この辺りにボールセットしていきます。はい、そしたら横向きになって寝転がっていきましょう。で、ここでもまた寝ちゃいます。横向きになって寝ちゃう。最初はものすごい痛くて本当に寝られなかったんですよ、うん、そう、でもやっとここまで来ました、うん、ここはねめちゃくちゃ痛いです。肘ついてあげてもいいし、そのまま寝ちゃってあげてもどちらも大丈夫です、場所がよくわかんないなという方は少しお尻揺らしてあげて動かすと、はっ、ここっていうところがね見つかると思います。はい、そしたら上の足ちょこんとついて、でこの膝、下の膝もう1ミリたりとも動かせませんっていう方はこのまましといてください。余裕がある方だけ下の膝グーッと胸の方引き寄せたりここに立って斜めに伸ばす、そう、引き寄せて斜めに伸ばす、これも歯食いしばって我慢しないでください。痛い方もここではーって力抜いてるだけで十分ほぐれるので、余裕のある方だけね引き寄せて伸ばす、引き寄せて伸ばす、引き寄せて伸ばす。そしたらもう一度引き寄せたら、今度股関節からこう回してみる。そんなできないです。回さなくても構いません。うん、回せる方だけ。あ、これもういや痛い、私はできると思って頑張りすぎないことです。無理しない範囲で動かしてください。そしたら足伸ばしてあげてボール抜いていきましょう。ね、エリカさんはどのぐらいやって今ぐらいまでできるようになったんですか？そうですね、3ヶ月はやっぱり毎日ほぐしてました。4ヶ月は結構毎日ほぐしていました。でもやっぱりその固まらない体作りっていうのがすごく大切なので、毎日ほぐしてもそれでもやっぱり痛いっていう方はそういう、こう固まってしまう体作りっていうのを、体作りっていうか体の動かし方をしてしまっているので、ほぐすことも大切なんですけれども、一番は固まらない、体の使い方をしてあげるっていうことが大切だと思います、はい、レッスンではそのあたりをね、はい、葉山のこのスタジオでは動画ではちょっと短いんですけど、その体の使い方をねたくさん教えていただきます。はい、はい、でははい、はい、これで、骨盤の正しいニュートラルポジションに持っていくっていうレッスンは終了になります。ありがとうございました。でも最後が痛すぎてちょっと気が動転してたんですけれどもはい、気が動転動画撮ってるの忘れちゃいましたけれども本当にお尻周りとか意外と座ってる姿勢が長い方、私もそうだったんですけど、ずっと美容の仕事とかあとパソコンでもう本当にガチガチになっちゃうから、うん、ぜひ皆さんもお尻と本当内ももね、うん、やってみてください。最後にごめんなさい、最後にもう一度チェックしてみましょう、うん、一番初めにやったねこの骨盤、尾骨、仙骨を前後ろ前後ろ、このしなりが最初と比べてどうでしょう？なんか今こっちの左側だけやったと思うんですけど、あ、そうか、最後にね
左だけ妙にほぐれてる感じですね、うんうん、全然違います、うん、こう両方やると、うん、もうここのしなり方がすごくスムーズに動けるようになってきます、うん、でこの背骨をあのしならせて、動かすっていうのが女性らしい動作にもつながっていくので、あのぜひこの骨盤周りをしっかりほぐして背骨がしなるような体づくりをしていきたいと思います。はい、皆さんぜひお家でやってみてください。はい、また次の動画で。はい。